毎度ということで、先ほどのリスナーの方がですね、はい、屋久島に、はいはい、行くっていうお話ありましたけど、ね、いいな。実は私前の会社にいる時にですね、うん、部の合宿で屋久島に行った時があるんですよ、うん、はいはい、でもう夜明けとともにずっと屋久杉見るたびに登ってって、もう5時間も6時間も歩くんですけど、その時にですね、うん、私その前の会社の社長を連れてったんですね、うん、もう社長はもう70近いのかな、うん、もう髪の毛のない、はい、まあ、結構老人なんですけど、はい、で私一緒に登ってったら、うん、もう年寄りだから、うん、もういいって言うんですよ、うん、でしめしめと思って、うん、で屋久杉のとこまで着いたら、うん、社長が私に一言、うん、おいなあなあ、俺ずっとそう、登ってる最中、うん、森中が俺を殺そうとしてるんだろうずっと思って登ってきたんだけどな、うん、やっぱり屋久杉いいよな、そこまでしてもいいんだ、ただその後その社長と喧嘩して、うん、私は辞表を出す羽目になったんですけど、別に殺す気は全然なかったんですけ けど、ちょっと面白いかなと思って、へばっててたまに見ろぐらい思ってたんですねそうそうそう、森田さんでも結構太っててへばんなかったのその時。私ね、うん、足は強いんですよ。そうなんですか。手は弱いんですけど、うん、足の筋力は普通の人より2段階歩いてるもんね。あ、そうそう、歩いたり走ったりしてるもんね。あと電車の乗り換えですでに階段を駆け上がっている。しかも重たいもんいつも持ってるしね。そうそうそう、だいたい今予定する乗り換え時間は30秒なんです。うん、この間ですね、地下鉄の有楽町駅から、うん、JR の有楽町駅まで35秒で乗り換えました、うん、これ地下1階半ぐらいから2階まで一気に駆け上がっていくので、相当本気で乗り換えないと乗り換えられないんですけど、うん、もうしばらく、うん、山手線の中でもう完全演出じゃん、ね、まあでもこけないように気をつけてくださいね、はいはい、まあね、こけてもいいんだけど、さて、ちょっと今日は連合に文句を言いたいんですけれども、はい、うん、7月13日にですね、首相官邸で連合の小津会長と安倍総理が、うん、まあ、会談をしてですね、はい、政府が言う高度プロフェッショナル制度、これもともとホワイトカラーエクゼンプションって言われてたんですけど、はい、うん、これを条件付きで連合が容認するっていうことになったんですね。で、この高度プロフェッショナル制度っていうのは、労働時間ではなくて、成果で管理をする、いうことで、まあ、簡単に言うと、労働時間を、会社が補足しないので、うん、残業代が一切払われない、うん、だから、まあ、一部では残業代ゼロ法案とかですね、うん、過労死促進法案っていうふうに言われて、うんうんうん、もう実は一昨年の通常国会に提出されたんです、法案が、はいはい、ところがさすがに政府の方もちょっとまずいかなと思ったみたいで、一度も審議されることなく、うん、この2年間来たんですけれども、これ今回連合が容認したおかげでですね、この秋の臨時国会で他の働き方改革関連法案と一緒に、可決される可能性が高まってきたっていうことなんです。安倍政権ってその一括法案で一気に可決って多いですからね。負けないで法律を。もう何度強行採決を見てきたことか。うん、で、これですね、一応表向き、政府の立場もお話しておくと、はい、私はそう思ってんじゃないんですけど、政府はですね、この法案が通ると、成果で、労働者が評価されるようになるので、若い皆さん、まず真っ先に仕事を終えたら、仕事の遅い上司がちんたら会社で、残業してても、おいお先って言って帰れますよ。だから皆さんは自由になって、そんなことできるわけないでしょ生産性が上がってみんなハッピーになって、一応政府はそういうことを言っているんですけれども、いや、それに私会社勤めしたことないですけれども、はい、会社のその個人個人がやる仕事ってそんなには
こう、この仕事は彼がやるもの、この仕事は彼がやるものってかっきり分かれてるもんなんですか？欧米はそうなってるんですけど、日本はチーム制なので、そんなことはありえないですよね。ありえないですね。漫画の世界ですら、はい、例えばアシスタントさん何人も抱えてても、早く仕事が終わったアシスタントさんは、じゃあ次はこれも次はこれもってなりますよ、普通に。そうなんです、ね、これ実はですね、そういう批判に対して、その次の段階として、政府はこれはごくごく一部のエリートサラリーマンだけの制度だと、うんうん、そうですね、年収の3倍、ね、うん、平均年収の3倍、1075万円以上のサラリーマンだけを対象にするので、皆さんが心配する必要ありませんよって言ってるんですが、一応職種もある程度は限って、ね、そうそう、専門的な職種だけに限ります。でところがですね、この専門的な職種っていうのが、はい、派遣労働法というのが1986年にできたんですけど、はい、この時は、専門技術職13業務だけだったんです。それがもう毎年のようにもどんどん規制緩和が行われて、結局製造業務も派遣 OK になって、うん、まあ、それがリーマンショックの後の派遣切りのオンパレードに結びついたんですよ、うんうんうん、これも私は一旦法律を通したらどんどん規制緩和が行われるに違いないと思っていて、うん、そっかそっか。でこれその証拠がね、はい、アメリカももうこの制度入ってるんですけど、はい、アメリカいくら年収いくらまで対象にしたかっていうと、うん、アメリカはなんと年収260万円以上適用なんです、これね、あのね悪いんですけど、うちの大学生が正社員で就職すると260万なんて超えるんですよ、まあ、300万いかないぐらいまですぐ新入社員でもいっちゃうんです。だからアメリカ並みにされたら、入った途端に適用、そうそうそう、入った途端に適用されたらどうなるかと、お前は死ぬまで働けよって言うに決まってんじゃねえかよ、ね、でところがですね、この連合の神津会長は何て言ったか、うん、ここのところ強行採決が目立つので、うん、あのこのまま放っておいたら片っ端から通されちゃうと、でそれを防ぐために、歯止めをかけた、でこの歯止めをかけたっていうのが、官邸でこれ新聞報道によると、年間104日以上の休日、はい、つまり週休2日ですね、うん、52週あるので、うんうん、プラス、勤務間インターバル制度、うん、あるいは2週間連続休暇制度、うん、3番在社時間の上限設定、うん、4番健康診断、うん、この4つのうち1つをおまけでつけるっていうので、うん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 、手を打っちゃったって言うんですよ。で一つをおまけにつけるって言ったら、だから104日は全てに適用されるんですけど、うんうん、プラスアルファもう一個4つの選択肢から選べっていうことですね。そうそうそう、でね、ただこれ年間104日っていうのはもともと政府案でも言ってた話なんですよ、うんうん、だからこのちょっとしたおまけを、取っただけだって、これ実はですね、うんうん、連合の内部からも批判が紛失していて、うん、これ私はちょっと民主党がどう出るか見ものだと思ってるんですけど、うん、民主党、あ、民進党は民主党時代からもずっと反対してきてるんです、うんうん、でこれで連合がこの政府の方に乗っかっちゃったっていうのに対して、民進党がどういう政策判断をするのかっていうのは私はしっかり見とかないといけないと思うんですけど、連合があったためにいろいろその民進党はこう言えなかったこともやれなかったことも逆にあったわけだからね。そうそうそう、でも私はここはきちんとその歯止めをかけないといけないと思ってるんです。で私は前からですね、うん、あの安倍政権が行おうとしている雇用破壊の3本の毒矢っていう話をしていて、うん、で第一の毒矢っていうのが、これ一昨年の、うん、派遣法改正なんですね、はい、でこれは、まあ、あの派遣労働者は一つの職場に3年までしかいられないということで、うん、はい、まあ、課を変われば、うん、あの会社の中の人課を変われば、うん、ずっとやっていいんですけれども、はい、どんどんこうぐるぐる動かないといけない、うん、はい、そうすると技術技能がたまんないから、うん、正社員なかなかなれなくなるんですよ、うん、ですね、だからもう事実上派遣社員を固定化する、これはもうすでに一昨年から施行されちゃっています、うんうんうん、で2つ目の毒矢が今回のホワイトカラーエクゼンプションなんですよ、うん、で3本目の毒矢、これは政府内で着々と準備が進んでるんですけれども、うんうんうん、金銭解雇って言ってですね、うん、正社員についても手切れ金さえ払えばいつでもクビにできるぞって、あ、でこれね、
この3本目までセットになると、うん、何が起こるかっていうと、ようやく苦労して会社に正社員で採用されても、うん、全部成果で評価されるわけなんです、うん、でだ成果が出るまで働けと、うん、で出ない場合はいつでも首切るぜっていうのが今やろうとしてるこの雇用改革なんですよ。でね、安倍政権は働き方改革をするって言ってるんですけど、どうも見えてきたのは働き方改革ではなくて働かせ方改革なんだっていうのが見えてきちゃったな。だここは本当に戦わないと私はいけないと思うんです。なのに なんで連合はそこを OK しちゃったの？なんかね、連合って、まあ、ちょっとエリートも含まれるだけど、労働者の組合なわけでしょ、もともとは。これ言うとその連合に怒られると思うんですけど、うん、その組合費払ってるわけですよ、普通のサラリーマンは、うん、でそれで連合作ってんだから、うん、こんなことやったら、うん、もう組合費払わねえぞっていう人がもっと増えちゃうと私は思うんですけどね。いや、普通に聞いててもそう思いますよ。どう考えても損ばっかりじゃないですか。でもそれはそうなんだけど、な連合組織自体がね、今働き方がもうあの非正規とかいろんなのあるけど、ある程度ちゃんとした組合とかそういうのが持ってるところじゃないと、こうこのちゃんとした形にならないわけだよね。だから働く人全部のもう昔に比べればちょっと分母が減ったというか一部になりつつある。労働組合の組織率が真っ逆さまに落ちているんですよ、うん、だから組織のないとこだらけになってるわけだよね。そう、うん、でね、その状況も踏まえて、うんうん、これこのまんまいくとこの第2第3の毒矢が完成すると、うん、放たれてしまうと、うんうん、はい、サラリーマンは何なんだっていうか、うん、むしろフリーランスになった方がマシなんじゃないかなっていう気もしてくるんです。だって成果で評価されるわけですよ、いつでも組み切られるんだったらね。だったらフリーランスと同じですね。同じでしょ、はい、でね、フリーランスになるといろいろメリットがあるのは、うん、一つは厚生年金って、うん、今、9% 本人負担でぐらい取られてるんですよ、うん、ところがフリーになると、うん、まあ、国民年金だけで良くなるんで、はい、保険料負担が下がる、うん、それから経費を落とせるようになるんです、うん、自営でやれば、うん、でさらにですね、これ大部分のサラリーマンはこの会社にフリーだから消費税要求できるんですよ。これ法律上要求できるんです、うん、ところが売上1000万未満だから別に税務署に納める必要ないんです。だからこれいいか悪いかは別にしてね、違法じゃなく消費税懐に入れられる。だから今 8% それで年収が増えちゃう。だからこのまんまいくとですね、私はもう1億総フリーランス社会に日本がなっちゃうんじゃないかなっていう。いや、でもそうするともう本当に食べていけなくなっちゃう人も続出するだろうし。そうなんです、ね、勝ちと負けがめちゃめちゃ明確になっちゃうじゃないですか、うん、でもなんかこのまんま言っても明確になっちゃうような気がするんですけど、本当にねそれでいいのかっていうのを。いや、そういう社会は殺伐としてるな。だってもうね、まあ、釣りバカ日誌の浜ちゃんがいるのが会社だから。そう、いていいんじゃない。いろんなものを含んで会社が、だからさ、今までの論理と違うよね。こう同じ社員の中でもみんなでこうそれいろんな、例えば宴会に向いてるやつがいて会社だっていう考え方がなくなっちゃうよね。今度の国会はぜひサラリーマンとは何かをしっかり議論してほしいなと。